今日は連休のさなかの日曜日、また非常に寒くて足元の悪い中、紛れて私の県政報告の場に足を運んでいただきました皆さんに心からお礼申し上げます。もう一つ、去年1年間で一番課題である、県議会でも課題になりましたが、原発関係、エネルギー問題。私はこのチェルノブイリ初めて何年も前から行きたかったんですが、去年行ってまいりました。これが350キロ圏内で、ここの農作物も家畜も木材も一切外へ持ち出すこと未だできません。26年経ちました。汚染された地域50キロから100キロの全部の地域へ、このバスが2台が1年に1回内しか全部回って、全部住民を無料でやっております。永平寺町と福井市で協議しながら、農心除外も含めて基本的な整備をやったということを提案し続けて、知事がようやく去年、それは大事やなと言い出しました。構想のビル化して、ここら辺にはいろんな高校やら文化施設を含めてありますから、第二の都心にしてコンベンションも含めてできるような街の拠点にできないかと、今ようやくそういう意味では京南地区、特に社の方も国体を前に少しずつ整備を進んでいくのかなということを思っております。これからいろんな意味で福井に対しての思いをさらに一層強めていただくことをお願い申し上げまして、挨拶また報告に変えたいというふうに思います。どうもありがとうございました。